この巣板。揚げたてほかほかのじゃがまるくんだよ。お一つどうだい。やってらっしゃい、見てらっしゃい。シュワシュワのお供にぴったりの熱々のクラーケン焼きはいかが。アクア、もう少し声のボリュームを下げてもらえるかな。あら、日頃から大勢の信者たちに語りかけているものだからつい声が大きくなっちゃったわ。うんぐく、信者が多いことを自慢して。帰ってこないと思ったら、お前ら何してるんだよ。見ればわかるでしょ。どっちがより多くのお客さんに食べ物を売れるかで神としての格を競ってるの。神様としてじゃなく、料理と売り子としての腕を競ってるだけのような気が。リリもそう思います。お前ら今はそんなことしてる場合じゃないだろ。大丈夫、すぐに終わらせるわ。売り子勝負ならバイト経験のあるこの私が有利だもの。有利？それはおかしなこと。知らないようだね、この僕が歴戦のバイト戦士だということ。なんですって。それにじゃがまるくんを作って売るのは僕が最も得意としているアルバイト。この勝負勝つのは僕だ。熱い勝負になりそうね。おお、なんかジューシーな香りがすると思ったらうまそうなクラーケン焼きだな。姉ちゃん一つ分けてくれ。はいはい、毎度あり。じゃがいもの香ばしい香りがたまらないわ。これじゃがまるくんっていうの？ああそうさ、遠い国で人気の食べ物でね、本日アクセルに上陸したばかりだよ。へえ、珍しいのね。試しに一つ買っていくわ。もう早く先行リザードランナーを見つけないといけないのに。アイズ様からも何か言って。ヘスティア様、私もジャガマル君の小豆クリーム味を3つお願いします。小豆は全部マシマシで。あ、アイズさん。長蛇の列、どちらの屋台も大繁盛だな。あそこの屋台はうまくて接客もいいという口コミがアクセル中に広まっているようです。いや、どこで本気出してんだよ。もうこいつら置いて俺らだけで先行リザードランナーを捕まえに行った方がいいような。今のところ売れ行きは互角。なかなかやるわね、ヘスティア。こうなったら奥の手を使わせてもらうわ。奥の手？何をするつもりだ。さあさあお立ち会い、女神アクアの珠玉の宴会芸をお見せするわよ。よいしょ、課長風月、ご一緒にクラーケン焼きはいかがですか。おお、どこから水出してるんだ。あ、すげえや。クラーケン焼き一つくれ。くぬぬ、ずるいぞ、そんな技を使うなんて。勝負にずるいも何もないわ。これで私の勝ちは決まって。ちょっと、うちの洗濯物がびしゃびしゃになってるんだけど。どこの誰の仕業よ、出てきなさい。へえ、ごめんなさい。水が多すぎて自分の首を絞めるなんて。今のうちに売り上げを伸ばして。ジャガジャガいいもん。うわー、このジャガイモ急に息が良くなって。ジャガジャガジャガー。ああ、ジャガイモに襲われる。うちの洗濯物もびしょびしょになってるんだけど、どこの誰の仕業よ。何やってんだこのダメ神ども。すいませんでした。ああ、ようやく終わった。水浸しのお詫びに逃げ出したジャガイモの捕獲、
俺たち何やってるんだ。お疲れ様です。でもあれを見てくださいよ。ヘスティアにも借金があるなんて奇遇ね。この巡り合いを祝してシュワシュワで乾杯よ。いくらでも飲めそうだ。アクア、似た者同士仲良くしようじゃないか。どうやら借金があることで意気投合したようだな。もう本当どうしたらいいんだろう、このダメ神ども。ベル君も一緒にシワシワを飲まないかい。今夜は君を寝かさないぜ。か、神様、いきなり抱きついて。ちょ、ヘスティア様、ずるいです。リリだってベル様に。ベル、苦しそうだけど大丈夫？しかもベルのやつ、なんだかんだで美少女たちにチヤホヤされて、これが王道ハーレム主人公ってやつなのか。カズマさん、神様とアクア様も仲直りしたことですし、明日こそ先行リザードランナーを見つけに行きます。チキショー、もうやってられるか。どうして怒っているんですか。このスバメインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。このスバ、本当にいるんでしょうか、先行リザードランナー。他に心当たりの場所もないしな。それよりもアクアとダクネスのその服はどうしたのですか。ああ、これヘスティアの服が汚れてたから同じのを作ってあげてたのよ。そしたら楽しくなっちゃって、自分のとついでにダクネスのも作ってみたの。ほら、アイズとダクネスってなんか似てるでしょ、髪の色とか。アクアが持ってきてくれた時にはその出来栄えに驚いたよ。さすが僕の友人だ。この服は少々露出が多くないだろうか。露出多いかな。ダクネス、これからもその衣装でよろしく。お前というやつは。お揃いの服ちょっと羨ましいですね。私もリリルカとお揃いのを作ってもらえばよかったです。あ、私と同じ服を作ってリリルカに着せるのもありでしたね。きっと眼帯もよく似合いますよ。眼帯はちょっと。あれは初心者殺しか。モンスターの群れがこちらに。ダンジョンの外なのに。大丈夫、ダンジョンの外でも戦いの基本は変わらない。視界は広く、視覚は作らない。このスバテンペスト。ファイヤーボルト。これであらかた片付きましたね。人数が多いとはいえいつも以上に楽だな。リリルカのサポートとアイズとベルの攻撃のおかげか。私だって支援魔法でみんなのサポートしたんですけど。爆裂魔法は使いどころが重要ですからね。私が守りに徹していたのは作戦というやつですよ。私は壁として立派に役割を果たしたと思うのだが。相変わらず攻撃は全く当たらなかったけどな。ねえダクネス、ちょっといい？あなたの剣、少し力みすぎなのかも。私の動きに合わせて振ってみて。こうか。そう、その調子。いやいや、ちょっと指導したくらいでダクネスの攻撃が当たるようになるわけ。うわー、
さっきのモンスターまだいたのか。ちょうどいい。そこのモンスターに向けて同じように振ってみて。わかった。当たった。うん、やっぱり少し力みすぎてたみたい。見ていたか、カズマ、私の剣が当たったぞ。おいおい、嘘だろ。今までかすりもしなかったダクネスの剣が。アイズ様の剣の腕はオラリオでも随一、その的確な指導ゆえかもしれません。さすがアイズさんですね。さすがって言葉で片付けられる話じゃないような。もしかしたら僕たちがこの世界に来たこととも関係があるのかもしれないね。バレンナニガシ君の力が同じ服を身にまとったダクネス君に干渉してるとか。にわかには信じがたいですが。なんということだ、モンスターが私の剣でなぎ倒されていく。ダクネス、また脇が開いてる。油断すると攻撃が当たらなくなる。はい、アイズ師匠、ご指導お願いします。ダクネスも喜んでるみたいだし、これでいいんじゃないかしら。まあそうだな。それにいい機会だ。目的地までのモンスターは全部あいつに倒してもらおう。このスバ